はいどうもこんにちは、よろしくお願いします。今日はね4月6日木曜日分のね予想していきたいと思います。今日までのランキングが 63,455 位とまあ低いんですけど、このね1週間はね先発を何人使い切ったかどうかでランキングっていうのはかなり変わってくるんでね、僕はまだ一人もまだ使ってないんで、まあランキング自体はねもっと上にいると思ってください。で昨日ねちょっと予想した通りマツダスタジアムがね今日中止になってしまいまして、明日もね中止の可能性が高いということで、予想からはねカープの選手と阪神の選手は今回はねちょっと外していこうかなと思います。で今日ねちょっと山川さんのねポジション一致ポイントが取れませんでしたね。あとね坂本さんがまさかのねスタメンから外れてて、まあ代打とかでね出てショート守ってくれればねまたポイントも入るんですけど、出なかったらね丸々損になります。でまあねこうやってうまくいかないこともね活躍選手予想のね醍醐味なんで、皆さんねもしちょっとね外れてもね諦めずに頑張っていきましょう。じゃあねキャッチャーから予想していきたいと思います。キャッチャーはね森さんでいきたいと思います。まあねホームランがあるのと、対戦相手の投手がね高橋礼さんということで右サイドなんでね、左バッターはまあ打ちやすいんじゃないかなと思います。で後のね選手見てもらったらわかるんですけど、明日ね巨人対横浜 DeNA が打ち合いになるんじゃないかなという予想です。で他のねチームが結構ねエース級のピッチャーがね投げるんで、このね2チームからね残りのポジション全部ね選びました。でファーストはね中田さん、調子がいいですね。でホームランもありますんで中田さんを選んでます。でオスナさんとかね選びたいんですけど、対戦相手がね中日の高橋さんってことで、まあなかなか打てないんじゃないかなということで中田さん選んでいきます。でセカンドはね牧さん、今日もね3安打しましたね。ということでもうね復調したということで牧さんを選んでいきたいと思います。でサードはね岡本さん、で村上さんもね選びたいんですけど、さっき言った通りね中日のピッチャーがね高橋さんということで、今回はね村上さんも外してます。ショートがね今日坂本さんがスタメン外れたんですけど、明日はね対戦投手がね東さん左ピッチャーってことでね、坂本さんスタメンに戻るとね、思ってます。なんでね坂本さんを信じてね入れていこうと思います。でレフトはね佐野さん、まあ打撃がいいですし調子もねいいんでレフトに入れていきたいんですけども、たまにね佐野さんファーストにね守ることがあるんで、ちょっとそこがね心配ですね。でセンターはねブリンソンさん、昨日ですね5打数5安打打って一躍有名になったんですけどね、入れてみようと思います。でライトはね丸さん、ここまでねそこまで調子よくないんですけど、東さんがね左ピッチャーなんですけど左にね結構弱いっていう情報がちょっとあるんでね、丸さん入れていきます。 DH はね宮崎さん、今ね結構調子いいんでね宮崎さんを入れていこうと思います。でおすすめ選手はねまあもちろん今までねずっと入れてきた近藤さんとかね栗原さんとか、あとオスナさんとかねいろいろいるんですけど、対戦投手がね結構すごいピッチャーなんで、今回はね僕はこの予想でいきたいと思います。なかなか今までね、うまくいってないですけど、明日はねめちゃくちゃ当たることをね期待してやっていこうと思います。じゃあ今日はこれで終わります。じゃあね。